文章特行生は古代日本の学生で文章生の中から選ばれた特待生身分のことであり成績優秀な者2名が選ばれ官人登用試験の最高段階の集裁し新試試験の受験候補者としたものである天平2年3月の大上官の相乗により大学に在籍する学生の中から設置されたものである定員は2名で文章生あるいは 給料学生の中から選抜され、賞味の給代者の一人を当てることもあった。文章特行生となって7年、5年、あるいは3年目で集裁未に応じることになっていた。これに給代することで、最も早い字幕で教官に認じられることになっており、大学の教官やその他の専門の官職に就くには、 この経路をたどることが多く、世襲の教官よりも広い採用枠であったが、それでも限定されたものであった。平安時代中期までは、対策を受けないまま地方官などになる場合もあった。公認11年には、文章生は、両家の指定を採用することになり、文章徳行政2名の代わりに、春子5人、秀才生2人を置くこととされたが、天朝4年には、 元の制度が復活している。これにより、文章生の試験を行う主体が、大学寮から式部章へと変更になり、文章生の地位が向上している。ありがとうございます。